で降りてくと中にはまあおそらく巨大なあったんだなと。はあ。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあゲストこの方です。セクシー男優シミケンさんです。ありがとうございます。こんにちは。セクシー男優のシミケンです。よろしくお願いします。お願いいたします。イメージなかったんですけど、ええ、不思議体験結構されてて、はい、でさらにですね、非常に興味深いのがそのセクシービデオ、まあ、セクシー DVD の撮影現場って、はいはい、結構いろんなこと起きてるんだなって話。そうなんですよ。それもね、前半にお話しさせていただきましたけども、やっぱりどんなところで撮影してるのかっていうと、まあ、事故物件だったり、まあ、ちょっと霊的なものが出るとか、まあ、怖い人たちの元事務所という一般の方が入らないから撮影所にして撮影しようということで、なんかまあそのスタジオ自体がちょっとこう不思議な立地だったりとか不思議な場所でしてることが多いからやっぱり起きやすいんじゃないかって話、はい、非常に興味深かったですね。そうですか。はあ。で前回はね前半までね教えていただきましたので今回後編ということで、はいはい、またねそのスタジオにまつわる怖い話紹介していただきたいと思います。でまあお話の前にねあれなんですよね、うん、シミケンさん、まあ、この世界に入られて、まあ、今日本一有名な男優さんでございますけども、25年ぐらい。はい、25年で、ね、でこの前聞いてびっくりしたのがこの世界に入るきっかけになった人物として、うん、マツコ・デラックスさんの存在があるっていう。おー、そうですね。さあそのシミケンさんですね、 YouTube チャンネルやられておりまして、はい、チャンネル名をお願いいたします。はい、シミケンチャンネルです。はい、どんなチャンネルでしょうか。性にまつわることが大半で、はい、まあ、悩みを持っている方はどうやったら悩み解消できるのか、例えば食事だったりサプリメントだったりトレーニングだったりとかを紹介しています。はい、もう大人気チャンネルですからね。もうとんでもない。ぜひ皆さんね、概要欄貼っておきます。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、いつバンされるか分かんないですすぐチェックしてください。さあではですね、うん、今回は後半ということで、はい、もう一つ見せていただいてもいいですか。はい、不思議な、ね、現象が起きるかもしれないなんていうスタジオで、まあ、前回はですね埼玉県 T 市そして杉並区目黒区の3つのスタジオの話していただきましたが、はい、後編ですね新宿区渋谷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 多いですね。なんでですかね。僕渋谷区代々木に住んでるんでもうその2個目がめちゃめちゃ怖いんですけど。家近いですよ。あ、僕ん家に。はい、ちょっとじゃあまず行きましょうか。その上の新宿区、はい、下落合のスタジオからいいでしょうか。はい、このスタジオは僕はそういう変な体験はしてないんですけどもスタジオの作りが怖いなと思って、はい、やっぱり気づかないところにドアって隠されてるんですね。ほう。その家もすごい豪華な一軒家スタジオなんですね。平屋の一軒家です。すごく広いんですけども僕は掃除用具入れかなって思うぐらい細いドアがあって、うん、そこを開けると地下に続く細い階段が伸びている、はい、で降りていくと中にはまあおそらく巨大なカジノ場があったんだなというのがあって、それなんでカジノ場かって分かったかというと、もう厚さがこのアクリル板ぐらいある分厚い金庫があったんです。はあ。でその下のフロアあたり結構広いわけですか。もう広かったですね。もう広さで言ったら300平米ぐらいあるんじゃないですか。じゃあもう普通にその下落合にある住宅街ですか。住宅街です。の普通のまあ一軒家だと思いきやそこに入っていくとみんなはその地下が目的地でそこで夜な夜なもしかしたら裏カジノみたいなことが行われてたかもしれないっていう。まあ行われてたでしょうねあれは。だって上に立ってる平屋よりも下の方が広いんですから。不思議ですよね。だってその土地どうなってんだ上みたいなことですもんね。そうですね。はあ。ここはじゃ特にその霊現象というか、まあ、その建てられてるもの、うん、建物自体がちょっと怖かったなっていう場所なんですね。そうですね。まあ、これはこっちかでした。はい。さあ次ですね。渋谷区代々木のスタジオ。はい、うち近いんですか。まあ、近い直線距離にしたら
500メートルぐらいですかね。まあ近いですよね。まあまあ近いですね。はい、はい、ここは僕も変な体験をしたっていうスタジオなんですけども、はい、4階建ての高級マンションで、もともとは4階部分だけがスタジオだったんです。4階建ての高級マンションで、4階はじゃあ4階の全フロアの部屋が全部スタジオってことですか。はい、まあ、ワンフロア1室ないし2室の広いスタジオだった、あ、はいはい、マンションだったん で最初は4階部分だけが AV スタジオだったんです、なんですけど、僕はさっき言ったように、まあ、事故物件とかなんか訳あり物件が AV スタジオ化するって言って、今では1棟全部がAV スタジオ。1階2階3階4階って、はい、なぜかというとその3階部分で火事があったんですね。ほう、え、いつですか。あれはもう2008年ぐらいだと思います、うん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 、火事があって、 で全員出てっちゃって全部が AV スタジオ化したところなんですけども、結構な火事だったんですね、はい、で結構な火事ってなんで知ってんのって思われるかもしれないんですけど、僕がその火事のあったもうすぐ後に4階部分で撮影があったんです、はい、でその時になんか物々しかったんで覗いてみたら、住人の方が見てきますかって言って火事現場を見せてくださったんです、はい、そしたらもう家中がもう全部炭になってて、うん、まあ、幸い犠牲者はいなかったんですけども、はいはいはい、あ、こんなにもう炭のように家がなるんだ、まあ、犠牲じゃなくてよかったですねみたいな話をしてて、で、まあ、4階で撮影が行われたんですけど、僕の出たシーンが、まあ、非常階段で立ち系の絡みだったんですよ、うん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 、でもその火事の時に使ったであろう非常階段ですよ。そうか、そこで実際に避難された方がいたっていう、今そこを使って撮影したわけですね。したんですね、まあ、ちょっと嫌だなと思ったんですけど、まあ、その仕事ですし目の前を見ちゃえば興奮もしますからまあいいやと、ね、パンパンパンやってたんですね。でもそれはもう無事何だか終わって、そんな撮影があったっていうことを忘れた頃に監督さんから電話があったんです、ええ、シミケンなんか見えてたって言うんですね、うん、いや何のことですかって言ったら、あ、見えてないんだ、じゃあ次の時見せるねって言うんです、ええ、なんだろうなと思って、その監督さんはよくお世話になってたんで、まあ、数日後すぐに会ったんですけども、この VTR 見てよって見たら、僕が非常階段でしてたんですね、はい、そしたらその階段の端を白い丸いふわふわしたものがポン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 と降りてたの。僕はしながらその白い丸いものを目で追ってるんですよ。へえ。でも僕は見た記憶もない。記憶ないんですか。ないです。見た覚えもないんですけど、確実に僕は追ってたんですね、うん、こうやって、でまたこうやってやるっていうのが見えたっていう。え、それは実際に発売された DVD にそれは映ってるんですか。映ってると思います。映ってるのかな、まあ、カットしたのか分かんないですけど、カンパケ見てないんで分かんないですけどね。そうで、監督さんがその時に言った言葉がすごい残ってて、ああ、まあそういう鈍感さって必要だよねうん、なんかいちいちやっぱ気にしてたら引っ張られちゃうし、うんうんうん、そういう現象が起こっても跳ねのける元気さがないと、まあ、いや男優は続いていかないよねみたいなこと言うんですよ、はいはいはい、で僕その鈍感さっていうのにえって思って、うん、後輩男優とかやっぱ育ってくるので、はい、しみけんさんつって教えてくださいって言われる。で男優に必要なものって、まあ、大体3つだよみたいな、うん、まあ、真面目さと、まあ、可愛げと、うん、3つ目がどんなことがあっても忘れる鈍感力だよって言ってたの、うん、深いです。でもこれどの世界でも言えそうな感じですけどね、うんうんうん、はい、そう、やっぱり男優ってなんだろうな、こう周りにいっぱい人がいる中で絡みをしなきゃいけないし、うん、自分の思い通りには絶対いかないし、まあ、立たない時もあると、うん、でそれを気にしてたらまた次も立たなくなって仕事はいい仕事できないから、忘れる鈍感力が必要なんだよって言ってたんですね、はいはい、あ、
そうかと、うん、なんかスタジオで仕事して変なものもらえそうになったり変なものが見えそうに見えたとしてもそれを忘れるっていう鈍感さっていうのは僕無意識のうちに感じてたのかもしれないなと、うん、きっとあの映像には映ってました。でシミケンさんも見えてなかったのかもしれないけど、うん、でもファーって目で追ってるってことは何かこう感じてたわけですもんね。そうですね。でもそれを忘れていくっていうその鈍感力っていうのを僕は身につけてたんで、うん、まあ忘れてたのかなって思いましたね。そうですね。真面目さ可愛げ鈍感力結構これどの仕事でも言えそうな感じですけどね。うんかもしれないですね。深い話、はいはい、ありがとうございます。というのがこの代々木のスタジオでありましたね、はい。面白いエピソードが1個ありまして。何ですか。3階部分が火事になってやっぱみんな避難しますよね、はい、その時ちょうど4階で AV の撮影してたんです、うん、それがもう観光令が引かれるぐらいの無敵っていうメーカーさんが芸能人を撮影してたんです。あの無敵っていうメーカーはもともと芸能人だったりっていう方がデビューするっていうメーカーさんで、はい、情報がそう漏れないように出演者とかもスタッフさんも全員、まあ、発売まで何も情報漏らしませんっていう一筆を書くんです。へー。そんなもう守られた現場が火事にあって外にあぶり出されたもんだから、ほうほうほう、みんながあの芸能人え AV 出るのみたいなのがすぐバレちゃった。ちなみにその方ってどなただったんですか。無敵のへ、あでもそういう実際に上で撮影してたっていうね、はい、その最中の火事だったってことでね、本当に一歩間違ったら危なかったですもんね。危なかったですし、なんで無敵の撮影の時に火事になって。そうですね、うん、でということで、そして渋谷区恵比寿のスタジオ、はい、ここはまあ、僕は若干の不思議体験はしたんですけども、そんなにまあお話するほどでもない、まあ、でも割と業界ではちょっと有名なスタジオが恵比寿にもあるっていう、うん、そうですね。都心も多いんですね、うん、ここはね、なんで何かこの普通の一軒なんです。しかも駅近、うん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 、なんですけど、僕の勝手な予想ですよ、地下に、まあ、生き物を解体する解体場があるんですね。なんでかっていうと車庫のシャッターがあるんですけど、車がバックするでしょ、でトランクから何かを出します。そうするとトランクのちょうどいい位置にまたコンクリートで細い階段があるんですね、はい、でそこを降りていくと水場があって、もコンクリートの水場があるんです。へえ。だからもうそこで何しようがもう全く分かんない。トランクから出したものはもう跡形もなく何か処理できるよねっていう。いや本当に旗から見ると分からない、そのお宅、まあね、仕事だってもそうでしょうけど、なんか中がね全く想像つかない家って多いんですね。ありましたね。で AV って待ち時間が多いので、はい、やっぱ待ってる時間どうしても眠くなるから、まあ、横になることもあるんですけど、そこのスタジオはまあ眠れないですね。へえ。なんかカビ臭いというか、なんかジメッとして嫌だなっていう感じがする。シミケンさんは鈍感な部分があるから感じないけど、じゃあ他の方とかは結構ここで。そうですね、うん、僕もねここはちょっとなんかね休まらないんで、ただもう恵比寿の駅前の方に行っちゃいます、ね、ちょっと出ちゃう、はあ、そうなんですね、はい、最後ですね、渋谷区初台玉井病院かっこ9って書いてありますが、ここ僕も知ってます、有名な、はい、ここホラー映画なんかでも使われていた廃病院ですよね。そうですね。でこれ9って書いてありますけど、取り壊しになって今新しく綺麗な病院のスタジオができてるんですよね。はい、もうその通りでございます。2021年に改装されて、でも当時本当にこうボロッボロの病院でしたよね。行ったことあります？あります、あの何回もありますよ、撮影でもあるし、テレビのなんかそういった番組の収録でもありましたし。そこで撮影してたんですか？あそこで結構 AV 撮影してたんですよ。だって本当に結構古い病院じゃないですか。はい、なのでその看護師さんのものとか医者ものとかで、あ、そうなんですね、あったんですけど、僕もここで体験したのは、地下って霊安室でありましたね、元霊安室で、うん、あそこでドラマものを撮ると背中もう後ろにやっぱ黒い影がスッて通って、誰も押してないはずのエレベーターがチンって言ったりするっていうのは僕も体験してるんです、うんうん、でも一番体験してるのはメイクさんなんですね、はい。で AV 業界で、まあ、一番不思議体験をするっていうのはメイクさんだっていう話。そうなんですか。これなんでかっていうと、霊的なものっていうのは話を聞いてくれる人に
近づきやすいっていうのがあって、メイクさんはやっぱり職業柄聞き上手な方が多いので、ですね。で、やっぱりこうやってくるんじゃないかっていうのが一つと、やっぱり性欲の強い人には霊は近寄らないんですって。なんか聞いたことありますよね。やっぱりこう性、はい、で霊は死の存在だから対極だからちょっとこう苦手だっていう風に霊の方が。はい。なので性欲って漢字で書くと心が生きる欲って書くんですね。ほう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 。なのでやっぱりこう生きるぞっていう人にはなかなかちょっと取り付け、やっぱりこう生命エネルギーがね豊かな人、はい、だからこう活力に満ち溢れてる人っていうのはこうね霊が取り付きづらいわけですよね。はい、はい、うん、でよりかはやっぱりその一人でいるメイクさんに話を聞いてもらうので近づいてくるっていう。で、そういう話を思い出したんで、僕今回このお話いただいた時にメイクさんにちょっとお話聞かせてくださいって言って、まあ、代々その霊感能力の強い家系だっていうメイクさんにお話を聞いたんです、はい、で、まあ、その人が言うには過去性がその人は見れるって言うんですよ。過去性、ええ、時間軸見ると現在過去未来 で現世があって過去世があって未来世がある、うんうんうん、でその人は魂というのは全部こう使命を持って生まれ変わってくると、うん、でも生まれてきた時にはもう、まあ、記憶とか経験は多少残ってるんだけども人間として生まれるから、まあ、自分は何で使命を持って生まれてきたのかっていうのをちょっとぼんやりした状態で生まれ赤ちゃんになってくるから、はいはい、それを人間は見つけて探ってって自分の使命が見つけられた魂っていうのはもうゴールのスタートなんだ、っていう言うんですよね、はいはいはい、でまあ僕もその話されるもんだから僕15歳の時にもう自分の使命はだと思ったってことは、はい、僕の魂の使命は、だから過去は童貞だったんですかねって聞いたんです。あ、前世ですね。前世ですね、はい、なんか魂ってやり残した課題を今世に持ってくるので、うんうん、よく言いますよね。言いますよね、はい、だから前世僕童貞ですかねって聞いたら穏やかに話してたそのメイクさんが使命ってのがねもっと壮大なんだよっていう急に怒鳴ったの。え、メイクさん怒鳴るなんて聞いたことないですよ。使命っていうのはもっと壮大なんだよっていう、うん、急に怒っちゃって、ええ、で僕うわ怖くなって、あ、だから僕がそういう SNS とかで性は素晴らしいものだよ、あと性の悩みっていうのはみんなに解決、僕が解決しましょうみたいな、そうやってなんか悩んでる人を助けるってそれが使命ですかねって言ったら、うん、まあそれだったらしっくりきますね、ちょっと落ち着いた感じ、はい、俺も怖っと。でもまあまあその人はまあ真剣にそういうね魂のこととかを考えてる人だから、あ、びっくりした、なんかこう急に入っちゃったわけじゃなくって本気で言ってたからちょっと茶化したと思われてちょっと一瞬だけ気が荒くなっちゃっただけですよね。いや、そう思ってますよ。あ、はいはいはい、と怖いですよね急にね、急に穏やかな方がね、うんうんうん、で、じゃあメイクさんは僕の過去世前世を 見れるんですかって言ったら、記憶はこうたどれるんだけど、まあ、童貞かどうかは分からないと、うん、もう見てって性体験がずっとないっていうのであれば、まあ、そういうことなんだろうねっていう話なんだけど、じゃあ僕心開くんで見てもらっていいですか、うんうん、僕の心にアクセスしてくださいって言ったの。分かりましたって。で僕は1万1000本ぐらいビデオ出てるんですけど、やっぱりね、前になんかこう会ったことありませんとか、うん、前にあれなんかやったことありませんかって感じることがあって、うん、で何回か相手も思ってたことがあったの、うん、あ、それは初対面なのに、初対面なのに、あ、初対面なのに、あ、なんかこの人昔会ったことあるなって思うとか、昔やったことあるよねっていうことが合致することがあって、で向こうも、あ、私もそう思ってました、思ってましたっていうの、それっていうのはなんか前世の
記録らしいんですね、記憶とか。だからまあ僕1万1000人以上の経験を積んでると、あ、過去にもやった方がいるのかな、あ、そうするとまあ童貞じゃないのかなみたいな、あ、前世でね、前世がね、ほうほうほう、とか思ったりとかしてて、あ、なるほどなっていう答え合わせがこうできてくるんですね。でこうやって話してると台所の方からカタンって音がするんです。台所の方からカタンって音がしたんです、はい、で僕はびっくりして、こういう話をしたから何かが寄ってきたんですかって聞いたら、あ、あれは大丈夫、攻撃する気のない音だから。攻撃する時の音はもっとガチャンとかドーンとか強いんですか。強いんですね。ただこういう音が鳴ったってことは、もしかしたらいたずらはするかもねみたいなこと言うんですよ、うん、それっていたずらするんですねって言って、うん、する時もあると。確かに前半でお話ししたちょっと触ってたりとか、うんうんうん、で僕がね今までであったのは、撮影しててカメラのレックボタンを押したはずなのに回ってない。あ、でこういうのってやっぱりそういういたずらだっていうんですよ。確かに僕パッと思い出して何回かあるんですけど、地下室のスタジオで一回回ってないことがあったんですね。あ、もうそういうことなのかなって答え合わせしてたら、メイクさんが、シミケンさんってあの過去世前世はもっと子供したかったんでしょうねっていうの。子供したかった、うん、子供なんだけどなんか大人っぽく振るわなきゃいけないとか、ちゃんとしなきゃいけないっていう前世だったと、うん、だから今のシミケンさんは、はあ、ちょっと欲に従順というか、うんうん、やりたいことをやる人生なんですね、うんうんうん、あ、だからそれが使命なのかもしれない。あ、確かにと思って、まあ、僕はあのすぐやっちゃうんで、あ、なるほど、欲に従、まあ、従順というか欲にね忠実なんだなと思ってた。結構話が温まってきたんで、はいはいはい、僕メイクさんにちなみにこうアクセスして童貞でしたってちょっと聞いたんですよ、はいはいはい、まあ、まあいい、まあ、話もほぐれてきたから聞いたら、うん、そんなことは重要じゃない何なんですかって言うんですよ、はい、怖くないですか。そんなことは重要じゃないそうです。え、ちょっと待って、僕が前世過去世で童貞かどうかだったかっていうのは重要じゃないと。でも僕知りたいじゃないですか、はい、でも重要じゃないっていう話。え、タイトルつけるんだったら、え、童貞というキーワードが出るたびにブチ切れるメイクさんってこと。タイトルがね難しいですよね。だからちょっと過去性見れる方、アクセスできる人いたらじっくり見てもらいたいんですけどね。僕のやり残したこと、魂の使命ってなんだろうでちょっと今考えてます、ね。まあ、よく言いますよね、やっぱりこう前世での、まあ、やり残したことも含め、あとそのテーマ、うん、ね、そうそうそう、次生まれ変わった時にこういうテーマ、こういうことを乗り越えるっていう課題を与えられて生まれてくるんだよ。でその課題や使命に気づいたら本当の力が発動するんだとかね、はい、うん、でもっと言うとそれを探すのが今回の人生のテーマなんだとか、そう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 、まあ、なんだかね、そうなりますけど、やっぱりなんかこう何人もの方と会った時に、うん、あれなんか会ったことあるなっていうふうに感じるっていう、うん、それが向こうも感じるっていうのはなんか実際にやっぱ前世のつながりがやっぱあったんですかね。だからだとすると、まあまあ童貞じゃないのかなと思って。そうですよね、うん、思いますけど、その話をすると突然声が大きくなるんで、あ、もうやめようと思って。だからそれ何の話なんですか。それこれは僕は本当に怒鳴られて怖かった話です。あの、その怖い話いらないんですよ。あの、思ってた話と違くて、うん、あの前世とかの話だと思ってたんで、うん、はい、そう。ちなみに僕はなんか首と、なんかくるぶしに気をつけろって言われましたね、そのメイクさんに。それは前世からの何かあるんですかね。うん、何かがこうやって話してるとこうやって目線が外れるんです、はい、よくこうやってで気にしたら、もうこことくるぶしは気をつけなさいって、まあ、実際僕の首がずっと痛いんで、まあ、それはちょっと何かが見えたのかなって思いますけどね。そうなんだ。
この前ね、三木住職っていうね、怪談和尚という、まあ、あの仏教お寺のね住職でありながら怪談話されるって方いらっしゃるんですけども、やっぱりねちょっと同じような話をしていて、やっぱりこう今回の人生でテーマ使命を持って生まれてくるんだっていう。で今回女性問題で、なんか男性問題、その恋愛で悩んでる人、やっぱり前回もそれで悩んだりとかしてた。でそれがうまく解決できなかったから、また今回もそれで悩むんだとか、金銭問題で悩んだりすると、やっぱり前回もそうだったって、今回はそれにちゃんと立ち向かって、その金銭問題を解決できると、それに打ち勝って使命を果たしてってことで、テーマもね解消できて次に行けるんだみたいな話をされてたんですよ。だから今なんでいつも自分は恋愛うまくいかないんだとか、なんで自分はお金で苦労するんだとか、なんかこう仕事がうまくいかない、いろんな悩みあると思うんですけども、それはもしかすると自分があるんじゃなくって、前世でそういうことがあって、その前世での課題をクリアできなかったから今回しなさいよっていうことだから、今それで苦労してることがあるんだよっていう。なるほどね。だから自分が悪いんじゃないんだっていう、でこれに対してやる方法っていうのは、それで負けちゃうんじゃなくって、あ、なるほど、今自分はこういうことでよく悩んでるなってことは、これが今回の自分の課題だから、ここに真正面から取り組んで、これをクリアするっていうことが今回の使命だから、頑張ろうって、ぜひそれに立ち向かってほしいと思うんですよって、素晴らしいですよね。でね、時にやっぱりでもそれは辛いって言って、それに負けて自ら命を絶ってしまう方もいるわけですよね。そうね。こうなるとやっぱりそれは今すごく辛いから楽になりたいという思いでそういう決断をしてしまうのかもしれないんですけど、ただね、これは間違いで、そこで自分で命を絶ってしまうと、次の人生でも絶対に同じ悩みが来るんですって。ここで解決しとかないと。だからこれで辛い、楽になりたい、楽になれないんですよ。そうだね。だから辛くても生きるしかないんです、生きましょうっていうふうにおっしゃってましたけどね。そうですね。どうしても逃げたくなりますけどね。でも解決の糸口は絶対にあるはずですから、まあ、逃げるっていうことがもちろんね、悪ではないし、時には逃げることも必要なんだけど、そうね、まあ、でも自分で楽になりたいからそれがって思うけど、それはきっと楽になれないんだよ結局はっていうような話、立ち向かった男優もいますね。どういうことですか？やっぱりさっき言ったんですけど、まあ、男優には鈍感力が必要だって言って、まあ、忘れていくって言ったんだけど、やっぱり悪い気をもらう男優っていうのもいるんですよ。でまあ、後輩の男優なんですけど、まあ男性器がよく怪我をする後輩で、まあ、2年ぐらい痛い状態で仕事をしてたんですよ、ね。はいはいはい。で僕もよく相談を受けてたんです。いい薬ないですかとか、いい先生知らないですか。怪我ってだってここ怪我するって意味わかんないですけどね、あんまり。よくね、あの人がされるとストッキングで擦れたりとか、裏筋切れちゃったりとか、あと、まあ、よく洗わないで、まあ、ズボンパンツ履いて次の現場とか行って包皮炎って炎症を起こしたりとかするんで、それで2年間悩まされてる人がいたんですね。その話を最後にしてもいいですか？もちろんです、はい。でその後輩と僕とで霊感の強い女優さんになったことがあるんですね。でその女優さんっていうのは、まあ、霊感があるからここに何かがいるって言って撮影をバラしにしたこともあるし、撮影前に絶対にこの撮影場所で手を叩くんですよ。はいはいはい。何やってんですかっつったら、変な気っていうのは手を叩くと、まあ、紛れるし散るっていう。柏でね、邪気を払うなんて言いますよね。ありますよね。そう、あ、でもここは大丈夫だとか言ってたんですけど、まあ、もうそれを見てね、あ、やっぱりなんだろう、メイクさんがよくそういう例とか来て僕たちには来ないのは、撮影現場で激しくパン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 やってましてパンパンやっててるから、あんま来ないのかなとか思ったりとかね。それ関係ないですかね。何の話してんのだからただでもその後輩は大変だったんですよ。え、どういうこと？で治んないから、でしたでしょ。霊感強い人にもうこの男性器悪霊が取り付いてるって言われたんですよ。で、えっつって、こんなん舐めらんないっつ、
悪霊は取り付いてるもんって言って、ええ、だったのに、まあ口でもしない、まあ性行為もしないで、まあ状態になってでどうやって成立するみたいな、みんなに見たらやっぱりなんかね、男性器がこう白くで傷ついてるし痛々しくて、みんなでデスみたいな、あだ名デスって名前になって、でどうしたかっていうと、はい、彼らお祓いに行ったんですよ。はいはいはい、お祓いに行ったら、もうその払ってくれた人が、もう黒いパンツは絶対履かないでください。なんで？エネルギーをね吸っちゃうんで。赤いパンツを履いてくださいって言った。よくね、巣鴨なんかもね、おじいちゃんおばあちゃん赤パンツで元気が出るなんて話ありますけど、やっぱいいんですね。いや、やっぱねいいみたい。はい、でその男優は赤パンツを履くことによって、でお祓いもしてもらったから怪我が治癒して、まあ今は男優引退したんだけど、その時からもうよく男優としては回ってたよっていう。これ見てる方も、まあ、下半身元気ないなとか、なんかちょっと悪い気もらったかもしれないっていう時は赤いパンツを履いてください。これね、うん、確かにあの、まあ、勢力がっていう活力がってことにつながるんであれば、ちょっとこうなんか今変なのに疲れちゃったかもとかいう人、うん、赤パンツ履いてみるっていう、なんかすごくいい除霊方法かもしれないですね。うん、そうですね、まあ、今日からできる方法ではありますけど。いや本当ありがとうございました。すいません。いやすいませんじゃないですよ、いろいろね準備もしていただいて、ええね、えでもプリンターはできなくなりました。あれね、不思議でしたよね、うん、あの昨日かなんか送っていただいたメールで、島田さん、メイクさんからすげえ怖い話聞きましたよ、とんでもないですよって言った話があれだったんですね。言った話がどうなる話ですよ物理的に本当に怖い、怖かったっていうね、はい、思ったのと違いました。違った。いや面白い。またちょっとぜひお願いします。はい、また何かありました。ね、なんかいろんなお話多分また入ってくるでしょうからね。はい、ぜひあのまたぜひあの出ていただければと思います。ありがとうございました。というわけで皆さんね、チャンネルやられております。チャンネル名が、はい、シミケンチャンネルです。はい、ぜひ皆さんね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけでゲスト、セクシー男優のシミケンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。25年ぐらい。はい、25年です、ね。で、あのこの前聞いてびっくりしたのが、この世界に入るきっかけになった人物として、うん、マツコ・デラックスさんの存在があるっていう。そうですね。あれ何なんですか？いやー、まあ、僕が AV 男優になろうと思ったのは15歳の時なんですね。はあ、15歳の時になろうと思って18歳でなったんです。うん、なんでなろうと思ったんですか？それは、まあ、うんこ。あ、そうか、じゃあこの話やめましょうなんでだよ。一応じゃあお願いします。はい、はい、まあ、うんこが好きで、でもそれを隠してたんですね、うんうん、隠してたんだけど、まあ、AV の世界っていうのは肯定されてたんです、うんこが。あ、じゃあ僕の居場所はそこにいるかもしれないと思って、まあ、なりましたっていう話なんですけどね。はい、で15歳で志、18、はい、急に編集点作りましたねもう編集点作るのうまいんだよ。もうだそうですよ。はいはいはい、15歳目指して、はい、で18歳になって、はい、なったのはいいんだけども、ね、僕が入ったのは AV の世界じゃなくて、うん、ゲイの世界だったんです。へ、今日のお相手はこちらの方です。男性が来るんですね。あ、まあ男性か、まあ、次は女優さんかもしれない。また男性が来る、また男性が来る。それ半年間ぐらい続いたんですよ、うん、っていう、おかしいなと思ってたら、そこに、ゲイ雑誌の編集部としてマツコさんがいらっしゃって、で、あんたのいる世界はゲイの世界だから、いつまでたっても女優さんは来ないよと、もうちゃんと、AV 男優としてリクルートしなさいって言われて、で、あ、その時初めて僕がいるのは AV 男優の世界じゃなくてゲイの世界なんだって。気づくの遅くないですか？やっぱり、やっぱりっていうか何本しゃぶったか分かんないですけど、あ、そうだったんですね。結構半年弱ぐらいかかりましたよ。気づくのに楽しかったですからね。嫌じゃなかったんで、まあまあ時が過ぎてったんですけども、いつまでたっても女優さん来ないなと思って。で、それマツコさんが教えてくれたっていう、お導きをしてくださったっていう。なんか結構でもその後もマツコさんいろんなこうアドバイスをくださったみたいですね。そうですね、よく知ってますね。だって教えてくれましたもん、飲んでた時に。そう、僕がやっぱり仕事とかで行き詰まって、マツコさんにこう、すいません、今日立ちませんでしたとかね、いう相談をするんです。ほうほうほう。もうそしたら、
くだらねえなって、こっちは今からお風呂入ろうと裸なんだよってガチャって切るんですよ、うん、あんなに僕悩んでたのにこんなもんなんだ世間はと思って気が軽くなったりとか、 あとは29歳の時に、まあ、ちょっと僕がずっと欲しかったスーパーカーみたいなの買ったんです、ええ、でその時一番最初にお世話になったマツコさんに乗せてドライブに行こうと、助手席にね、はい、素敵な話ですね。でマツコさんにこう連絡をして待ち合わせをして、で待ってたんです。でマツコさんは、おしみけんこんな車に乗れるようになるまで頑張ったなっていう、うん、お褒めの言葉くれると思ったら、はい、おめえみてえなバカがこういうの乗ってんだなって言ったんですよ。ほうほうほう、えってなるじゃないですか。いやこれ頑張って買いましたって言ったら、自分に金使ってるようじゃもう伸びしろねえなと。え、もう周りの人にお世話になるからお前が今いるんだから、自分に金使うんじゃなくて周りの人にお金使いなさいっていう教えを受けましたね。で実際じゃあその助手席には乗らなかったんですか？乗りました。乗ったんですね。乗りましたね。ははそれは乗って、もうバリバリもうドライブして、っていう感じで楽しい思い出になったんですけども、でもやっぱりそこでただただね、あよかったねだけじゃなくって、うん、そういうまあね頑張る、なんか今調子がいいって時にしっかりとこうアドバイスも入れてくださるってことなんですね。そうですね、マツコさんから褒められたことまだ一回もないかもしれない。へえ、うん、はいですね。あ、そうなんですね。うん、唯一うまあ2回目の結婚した時はおめでとうって言ってくださいました、はい、ああ、でもなんかいろんな人に、まあ、そう支えられながら、そうですね、やられてるってことで、はい、人脈もね結構広いじゃないですか。とんでもございません。いやすみません、ちょっとね、はい、そんなちょっと話もね聞きたかったんですけども、はい、聞いてよかったです、はい、ありがとうございます、はい